分かってるんですけど、武器で押し切りたい派ですね。さあ行くぜ。キラービー、ああこいつはよく見るやつだね。よく見ますよ。ああやっぱでも食らうな。食らっちゃうね結構。やっぱ防具揃えてこいってことかい。これそう、オッケー。寄り目がねもっとね全体攻撃できりゃいいんすよ。あっちに階段が見えてます。骸骨インプ、ちょっと待って。骸骨防御きたー。バーサク胸さん暴走、暴走モード、殴る殴る。これバーサク入ったからって特になんか攻撃力上がってるわけでもないんすね多分。どうなんすかね。いきます。チーメのおっさんにもちょっと早く会いたいよね。武器防具もらえればさ結構楽になると思うんすよ。なかなかその都度っていうかその都度でこういい武器ねくれたりしますからね。おっと、寄り目なんか頑張ってんな、寄り目のくせに。よいしょ、これが正規ルートか。さあちょっとインプ先に倒す。オニオンがね可愛いんですよこれ。オニオン、オッケーオッケー。いやいけそうっすね。でもこれねこのままどうでしょう、いけそうな気もする。わあ、どっちだこれ。こっちじゃない。HP 大丈夫。HP やばいな。よし。おお、いっぱい使い魔、オニオン。大丈夫っすかね。ギラ使うか。オッケー。ちょっと早くね、ブーメランドが全体攻撃の術を早く手にしたいところではある。うーし、うーし、いや、寄り目なんかすげえぞ。寄り目のくせに。なんかレベルアップも早いしね。なかなかちょっと、いけすかねえやつだな。よし。おー、ネズミ。大丈夫じゃないですか。仲間を呼ぶ。勝手に呼ぶなっつーの、これ、もう。僕の嫌いなタイプですよ。僕の嫌いなタイプ。勝手に友達呼ぶタイプ。オッケー。で、ポーションがもうないから、アビリティで回復するしかない。こんな感じですかね。これは、意外と複雑っすね中身が。使い魔先に倒すか。ギラ、いやギラなんかがねここに来ていいっすよ。かなりいいっすよ、いいっすよギラ。はい、ギラ一発撃っとくとすんげえ楽なんすよね。どっちだ、ハズレ。こっちハズレ。きたきたきた。またこの組み合わせ。使い魔とオニオン。ギラ。どうですか。どうですか。ういういいね。このテンポ。あ
れシャンパーニの塔ってさ、あれボス戦とかあったっけか。ちょっとどうだったっけ、忘れちったな。あ、これどっちだろう。ああ、間違えた。やっちまった、これ。間違えた。やっちまったよ、もう。やばい、間違えた。これ、MP 枯渇問題がこれ、出てきますよ、これ。どうしようかな。まあ、行けるところまで行きますか。行けるところまで行って、ダメだったら、飛び降りましょうか。やっちまったよ、もう。慣れない、この、なんて言うんだろう。ジョイスティックっていうんですかね。これで操作してるから、やっちまったよ、もう。なんかね、もう、ホイミだと、もうちょっと心もとない感じにもなってきましたよ、これ。早くもベホイミが欲しいぐらいの感じで。よし。そうそう、ムネさんのね、このギラがね、なかなかいい味出してますよ、これ。使い魔、これちょっと嫌っすね。ハンダタ、そう、バトルなるのかな。でもさ、今んとこハンダタの彼女も出てないから、どうなんすかね。ちょっとわからんけど。OK。よし。いいね。寄り目がね、だいぶいいっすよ、これ。動き素早いんすよね。やっぱ盗賊だけあって。寄り目のくせに。寄り目のくせに。ちょっとギラ、温存します。うわっと。殴れ。そんな HP 高くないでしょ。所詮ネズミですから、これ。OK。くそ、この野郎。しつけえな。しつけんだよ。OK。OK。よし。いやー、ちょっと MP も枯渇してきましたなー。やっぱ城だったら、城魔導士か僧侶だったらもっと MP 高く持ってるのかなー。どうなんすかね。まあ、所詮は、納金、チーム納金ですからね。OK。よし、戻ってきた。こっちは？さあ、ちょっとね、ホイミの数もあと何発も撃てませんから、数限られてるんで、ちょっと早めにね、ここクリアしたいところでありますよ。いけるかな？ダメだったら飛び降りっすよね。飛び降り。キメラの翼もね、買っといた方良さそうっすね。エーテル、オッケー。よし。どうしようかな。インプカレクか。よし。そうそう、心がね、痛むんですよ。僕も痛むんですよ。動物虐待ですからね。動物を殴るのはちょっとね、倒しきれ。もう骸骨は全然躊躇しないです。はい、骸骨は躊躇しない。いやー、苦しいぞこれ。苦しいな。うーわ、キラービー、ギラ使いましょう。ギラを使いましょう、ここで。OK。
いいっすよいいっすよ。寄り目。はい、オッケー。お、寄り目、寄り目がね、ほんとね、一人だけなんか一段階上の、なんていうんですか、レベルなってるんですよ。気に食わねえな、ほんとに。寄り目のくせに。あ、セーブポイントある。これは助かりますよ。ここでテント使おうか。せっかくだから。だったら、ムネさん、全開放でいきます。はい、全開放。寝台入れ替え全開放でいきますよ。オッケー。よし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 。エーテルもあるし、まあ。まあまあまあ。いいんじゃないですかね。こっちはなんもない。よし。テント、待って、テント所持数1個使います。オッケー。で、違う。記録。よっしゃ、どうします？戦闘音楽変えようか。どうしよう。FF10 でいこうか。10でいきます。いいね。いいよ。FF10。いい感じ、いい感じ。いい。これさ、ちゃんとあれだよね、ボス前でこうセーブポイント置いてくれてれば、まあまあ楽っすね、気持ちが。毎回そのパターンだったらばの話だけど。来た。これ最上階かな。おいおい、変な奴らが来たぞ。はい、変なおじさんです。よし、お頭に知らせに行こう。だな、やっぱ神田戦になるんすかね、これね。なんだお前ら、なんだ君は、ってか、グツコ、そうか、グツコがいるって言ってたもんな。神田は採用されなかったのか、これ。神田採用されず、グツコ、多分これ FF3 かな。かな、多分。そのグツコが、採用されたと。6にもいたんじゃなかったっけ、違ったっけかな。なんだお前らは、さては俺様の宝が狙いか。夜な夜な、ここの宝は誰にも渡さん。やっつけてやる。はい、やっつけられませんよ、そう簡単に。私は、あ、 FF3 の音楽だから3なんでしょうね、多分ね。あ、じゃあちょっとブレイバーグツコと周りのグツコ古文やってもらって、ギラ、はい。あー、ちょっとこれ、古文厄介っすね。古文厄介だな。ちょっと、胸さんはギラ連打っすね、これね。仏光の攻撃は結構重くて。大丈夫かな。ペラ坊さんがね、回復役になっちゃう、ヒーラーになっちゃってるけど。寄り目、大丈夫か。とりあえず古文を落とせばだいぶ楽になると思うんですよ。古文を落とせば、ヒャド入れでもいいんじゃない。うーわ、グツコお前結構多彩だな、お前。OK。さあ、こっからっすね。こっからっすよ、これ。ブレイバー。ブレイバー。寄り目。あれはなんだ、効かないよね、多分ね。グツコ、FF3 なんだったっけ？土のクリスタルだったかな？なんか盗んだんじゃなかったっけか。バイキングの街で。
町というか村というか、グツコには効かない。あれはなんで効かなかったね。オッケー、倒しました。経験値なしかよ。参ったそこの宝をやるから許してくれよな。な、まあ許してやるか。ありがてえ、あんたの答え忘れないよ。じゃあな。復活のグツコとか出てくんのかなこれ。オッケー、よーし。金の冠、金の冠とは、あ、HP も1000超えですね。ちょっと待って、金の冠とは、金で作られた冠、説明になってない。装備できんのかな？いや、できない。あ、違う、この辺は装備できるのか。あー、なるほどね。なるほどね。じゃあ、胸さんに装備させますか。魔力、魔力上がるから、いいっすね。よっしゃ。よし、ちょっとね、防具が不安だったけど、ね、なんとか、なんとかなりました。このお金で、防具買おうか。防具。キラービー。あとね、やっぱテントもないとダメっすね。テントも買っとかないといけないっすね。いやー、使い捨てじゃなくて再利用すればいいのにね、テントを。再利用。オッケー。これ、ルーラーとかってどうやって覚えんのかな？ルーラー。それともルーラーないんすかね？引く程度が出てくんのかな？ちょっとわからんけど。はい。よし。で、これまた次の町行くとさ、またインフレして武器がね、高く売ってるわけですよ。で、またお金がなくなるっていう、パターンでしょうな、多分な。まあ、でもいいや。ここで買えるだけ買っとこうか。この盾3つ。鎖片びら。鎖片びら3つ。ああ、もう金ねえよ、もう。シルクの服。シルクの服より鎖、片びらだよな。シルクのローブ。シルクのローブ買って、羽根付き帽子。ああ、金足りないけど、これでも、売ればなんとかなるんじゃないですか。売ればね。はい、はい、はい、よし、あとはいらないものを売れば。うわー、安い。シルクのローブ、あ、これ、あれ、これ持ってた。まあいいや。革の帽子。うわー、安いなー。でも買えますよね。羽根付き帽子3つ。よっしゃ、オッケー。あれ、あ、間違えた。シルクのローブ装備してなかったわ。胸さんに装備してなかったね。買ったはいいけど装備してなかった。無駄にお金使っちゃったけど、まあいいか。よっしゃ、オッケー。これでとりあえず装備は整った。よし。装備は整いました。お金は72円しかない。魔法は買えないよね。多分100円ぐらいするよね、魔法。あ、そうでもないけど。でも、まあいいやつ100円ぐらいだよな。まあいいや。とりあえずはなんとか今このまま、行きますか。あれ、道具屋さん、道具屋さんってどこだったっけ。あれ、道具屋さん、あれ、ここないのかな。いや、ないわけないよね。あれ、あれ、ない。
あれ道具屋さんがない。あ、じゃあこいつか。テント欲しいんす。うわ、高えな、おめえ、テントこれ。ちょっとこれはきついっすよ。200円貯めます？どうしようか。常にね、テントはね、持っておきたいっすよね。常に持っておきたい。OK。27ゴールド。まあ、10回ぐらい戦えばって感じか。井戸の中で、ちょっとお金貯めますか。もうちょっとテント配ってくれてもいいんじゃないかなって感じしますけど、まあまだ序盤だからね。まだ序盤だからってのあるけど、もうちょっと配ってほしいですね。はい、OK。あ、いいですね、いいですね。33ゴールド。はい、次、リカント。キャドでいいんじゃないか、これ。どうだ？キャド！よし。どうしましょうかね。もう12時になっちゃったけど、次は多分、あれだよね。なんだっけ、ピラミッド。ピラミッドだと思うんすよね。どうしようかな。あ、そうだそうだ。ピラミッドの前にさ、一回アリアハン戻りましょうか。アリアハンのね、盗賊の鍵で開けるところ、まだちょっと開けてないので、一回アリアハン戻ろうか。テント買ったら。そうしましょうか。よし。はい、戻ります。一回テント買って。一回テント買ってね。テント買って、アリアハン戻って、扉開けて、それで終わろうかな。OK。いやー、ほんと。毎回毎回ね、ボス前でセーブポイントあるかどうかわからないけど、まあでも、テントは持っといて損はない。絶対腐らないんでね、テントは。もうでもいい加減、ポーションとか、ホイミだとね、回復が心もとなくなってきましたよ。はい。バブルから、バブルから倒して。OK。なんかね、一発強い武器とかこう、あればいいんですけどね、アリアハンで扉開けて。さあ、戻ってきました。戻ってきましたよと。どこだっけ。お城の中だったっけか。違う、こっちじゃない。これは魔法の鍵だよね、多分ね。あったあった、これこれこれ、よいしょ。これはパラメキアの皇帝は自らの持つ恐ろしい魔力で世界征服を企んでいます。はい、いや知ってるけど、チーメ、それだけか、それだけか。まあ言ってもまだあれだもんね、一番最初の鍵だもんな。はい、武器の中には装備することで魔法が使えるようになる、使えるようになるものがあるそうです。うわー、別にこれいらねえ情報。
こいつは。まあわざわざこのところまで私に会いに来てくださったの。はい。嘘でも嬉しいですわ。ですからいいことを教えて、そうそうそう、そういうのを教えてくれ。小さなメダルか。どこかにそれを集めている人がいて、いいものと交換してくれるとか、その場所を知りたいですね。なかなか、有意義な結果にはならなかったかなって感じっすね、これね。まあまあまあ、しょうがないですね。一番最初だからね。こっちは牢屋か。オッケー。じゃあ、どうしようか。あとないっすよね、盗賊の鍵で開けられるところ。今のところは、ないと思いましたけど。多分。よし、じゃあ戻るか。戻って、セーブして終わりましょう。次回、ピラミッドかな？ピラミッド行って、まあ、クリスタル。土のクリスタルだっけ？土のクリスタルを拝みに行ければいいなって感じっすね。こっちなんだったっけ？こっちは行けないんだか。行けないんだ。こっから横切りてえな、これ。横切りたい。OK。いやーもう、楽しいっすわ、これ。めちゃくちゃ楽しいわ。これもね、もう週末とかだったら本当、あと5時間ぐらいは生配信したいぐらいなんですけど、これ。いやー楽しいっすね。もうね、延々プレイできてしまう楽しさです。おすすめですよ。まだね、これね、プレイしたことない方は、ぜひやってみてもいいかもしれませんよ。あんまり楽しすぎてね、仕事に支障が出ないようにしていただきたいなと思っております。このドラゴンファンタジー、ドラゴンファンタジーとドラゴンファンタジー2かな？多分結構配信されてる方多いと思うんですけどね。うん。多分検索すれば結構出てはくるとは思うんですけど、あえてそういった方々の動画は見ずに、楽しみながらねやっていきたいと思っております。お金は137。ちょっと待って、スカラ買いたいですね。スカラ、はい、これあれば、あ、でも装備できない。土属性、うーわー、これ属性問題発生です、これ。ああ、やっぱ白魔導士連れてこなきゃダメかな。これどうなんすかね。いやー、これいろいろ大変っすよ、これ。属性考えなきゃいけねえの。マジかー。マジか、これ。まあ、しょうがないですね。現状このメンバーで行けるところまで、行きますわ。くっそー。なんかね、アイテムとかで、ゆくゆくアイテムとかでなんかその、防御力アップとか、そういうバフをこう、使えるようなアイテムとかね、出てきてくれりゃいいんですけど、じゃあ、セーブして、終わります。はい。よっしゃ、12時、ちょっと過ぎましたけど、まあ、いい感じでしょう。いいとこだと思います、ここは。区切りいいとこだと思うんで。はい、今回は、ここまでにしておきたいと思います。もしよかったらね、また続きやりますから、見に来ていただきたいなと思っております。よし。寝ますか。はい。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。